ご視聴ありがとうございます。今回は竹下工房さんより発売されておりますノート PC スタンドを紹介します。本商品の結論を端的にお伝えしますと、携帯性に優れかつ角度調整が可能なノート PC スタンドとなります。過去同じように持ち運びに優れた他社のノート PC スタンドを紹介したことがありますが、こちらは角度調整ができません。また角度調整が可能な商品も紹介したことがありますが、こちらは持ち歩くには不向きです。対して今回紹介する竹下工房さんのスタンドであれば、この携帯性と角度調整の2つが見事に共存していることから、例えば出張やノマドなどに最適な商品と言えるのです。とここまでが端的な本商品の魅力となるのですが、愛用しているからこそ気がついた残念な点もあります。以後本商品の特徴やスペック、使って感じた残念な点、そして最後に全体の総括をいたします。ノート PC スタンドをお探しの人はぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、本商品の基本スペックを見ていきましょう。折りたたまれた状態だと縦 25.3cm、 横 4.5cm、 高さ 1.4cm となります。展開時は幅 18.3cm、 高さが最長で約 17cm、 一番浅い状態で約 5.5cm でした。重さは約 265g となります。とこのように軽量コンパクトですので、冒頭でもお伝えした通り携帯性に優れた商品となるわけです。なお本商品には持ち運びにこのような専用の袋も付属されます。バッグに入れても他のものと干渉して傷つけてしまう心配がなくなるので、携帯時にはありがたく使わせてもらっています。スタンド展開時の角度ですが、7段階で調整可能です。スタンドの足に溝が7つ掘られているため、それに支えるパーツをかませることで角度調整をする仕様となっています。また PC を載せる2本のプレートと筐体を支える鍵爪の部分にラバーコーティングが施されているため、ノート PC を傷つけてしまう心配がないのは嬉しいポイントです。さらにスタンドの底面にもゴムパッドが貼ってあります。これにより PC 作業中も滑ることなく安定したタイピングが可能となっています。他のノート PC スタンドの場合、台座がプレート状となっており、排熱が心配になることもありますが、本商品であれば PC との接地面がかなり少ないため、その心配はありません。通常の作業であればあまり気にならないと思いますが、重ための動画編集をノマド環境でもやらないといけない人などには嬉しいポイントと言えるでしょう。スタンド全体の質感は非常に高く、安っぽさは一切ありません。なお本商品は購入から30日間全額返金保証と1年間の交換保証がつきます。ここまで紹介した特徴を持ちながら、保証も充実した本商品ですが、それでいてお値段は3000円しないリーズナブルなものとなります。その点も購入を後押しするポイントとなるでしょう。商品購入の決め手はその商品の良い点だけではなく、悪い点やデメリットを受け入れられるかどうかが大きかったりすると思います。ということで、ここでは実際に使ったからこそ分かった本商品の残念な点を紹介したいと思います。内容は大きく2つとなります。1点目は振るとカチカチ音が鳴ること、2点目はとっさのスタンド展開に少しコツがいることです。それぞれ詳しく見ていきましょう。さて1点目のカチカチ音が鳴る点ですが、早速お聞きください。いかがでしょう。このように音が鳴ります。携帯性と角度調整の2つを実現するための構造から、ある程度しょうがないことなのかもしれませんが、購入当初は少し気になってしまいました。ただし実用の面で気になるかというと、そんなことはありません。振れば音が鳴るからといってバッグに入れて持ち運ぶ際に気になるかというと、そんなことはありませんでした。また普段はスタンドとして PC を乗せて使うため、カチカチとノイズが発生することもありません。ということで、常用の際に気になる点にはならないことも合わせてお伝えしておきます。続いて2点目のとっさのスタンド展開にコツがいる点についてですが、本商品はその構造上、左右の角度調整足が独立した機構となっています。そのためとっさにスタンドを展開しようとすると、一方が足を固定する溝にうまくはまらないことがありました。ただこれもとっさにやろうとすると発生するだけで、落ち着いて溝にはめれば何ら問題ありません。実際に使用する際、大きな不満を感じることはないでしょう。全体を総括する前に、そもそもノート PC スタンドの意義を考えてみたいと思います。個人的に愛用している理由ですが、それはノート PC 単体での作業中、疲れを軽減し集中力を維持するために使っています。どういうことかというと、スタンドを使わずノート PC を直接デスクに置くと、
どうしても PC 画面が低い位置になってしまいます。角度を調整したとしても目線だけでなく首や背中まで下に向き猫背になりがちになります。こうなると体への負担が増えてしまい、結果として集中力も長続きしません。対してノート PC スタンドを使うと物理的に画面の高さが上がるため首や背中が丸まらずに済みます。もちろんスタンドの角度を大きくつけてしまうとタイピングができなくなりますが、角度が浅ければ問題なくタイピングできます。それでいて体の負担が減るので個人的には重宝しています。そして本商品は何度もお伝えしている通り携帯性にも優れているため出張に大活躍しているわけです。残念な点として紹介したカチカチ音ととっさのスタンド展開にコツがいる点ですが、それらは正直かなり重箱の隅をつついた話となります。強いてあげるならといったレベルのものとなりますので、普段使いの際には気にならないことでしょう。お値段も3000円を切るリーズナブルなものとなっています。ノート PC を使って普段のデスク環境以外でも作業をすることが多い人は本商品の購入を検討してみてはいかがでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、少しでも参考になったようでしたらグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。本日の内容はここまでとなります。それではまた別の動画でお会いしましょう。